それでは定例の会見を行います。お集まりいただいてありがとうございます。私の方からありませんので、皆さんからご質問等あればどうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃあ弊社の番組で恐縮なんですが、おとといですね、はい、安倍総理大臣が夏の参議院選挙で、はい、会見にその積極的な野党、はい、一部野党を含めてですね、その憲法改正発議に必要なその3分の2の、議席の確保を目指す考え方を示したんですけども、これについては職局長としてですね、こういった安倍総理の考え方についてどのようにお考えになるのか、注目して聞きました。戦争法安保法制の強行によってですね、いよいよこの戦争法と憲法との矛盾が極限まで拡大したと。したがってその明文改憲、への動機がですね、一層こう大きくなったということだと思います。いわば毒食らわば皿までということではないかと。それに対して私たちは広い国民の皆さん、野党の皆さんと力を合わせて、戦争法廃止の国民連合政府を実現するために奮闘したい。それによって憲法が明記している個人の尊厳が大事にされる政治を目指したいと、そう思っています。はい、どうぞ。憲法改正はですね、はい、次の参院選で、争点になると思います。そして争点になることについて批判としては何ですか。争点になることについてですか。私たちは憲法問題で言いますとね、憲法を踏みにじって戦争法を強行した、いわばどんな政権であろうとも、多数を持つ政権党であろうとも、国民から付託されているのは憲法の枠内での政治でありますので、これまで集団的自衛権の行使は現行憲法上できないとしてきたものをですね、一辺の閣議決定解釈で180度変えちゃって戦争法を強行したわけですから、憲法が争点というのであれば、最も問われなければならないのは、この憲法を蹂躙した政府、自民、公明の姿勢が問われなければならないと、そこに国民的審判をですね、下して、憲法違反の戦争を強行した自民党、公明党およびその補完勢力に審判を下して、それらの勢力を参議院で少数派に追い込むと。そのために、奮闘したいと思います。はい、どうぞ。はい、別の話なんですけど、衆議院北海道国府選挙について土曜日、新党大臣鈴木宗男さんが、それまでは民主党と、含めて野党、共闘に似たわけですが、自民党の候補を推薦するという事実上方針転換、ずばり方針転換だと思うんですが、この動きについてまずどう受け止めるか。新党第一イコール自民党だということがはっきりしたと思いますね。戦争法廃止、それから立憲主義回復、この一点で、選挙協力を実現行うためにですね、野党間で真剣な話し合いとしっかりした合意がいよいよ求められていると思います。我が党としてはいつでも話し合いに応じる用意はあるという態度で臨みたいと思っています。その関連なんですけど、これまで、野党側の方でですね、はい、新党第一鈴木さんが共産党と組むことに猛烈に反対する中で、民主党も共産党排除といえば排除の動きで新党第一と組んでいたわけなんですが、その新党第一が抜けたということで、民主共産の間の話し合いはそれによって進んでいくというふうに認識されていますか。私たちはもう一貫していつでも話し合いに応じる用意はあると、しっかりした協議と真剣な協議としっかりした合意が必要ですし、
国民の皆さんからはそれが期待されているわけですから、いつでも話し合いに応じる用意があるという立場は何だかありません。よろしいですか。はい、じゃあ終わります。